どうも、りょうすです。10キロ痩せたいけど、ハードルが高くて、諦めている人に朗報です。今日紹介する食べ物を取り入れれば、無理なく10キロ痩せることができます。ダイエットをする上で、何を食べるかはすごく重要です。体に必要な栄養を取り、食欲を安定させることで、無理な食事制限をしなくても痩せることができます。ということで今回は、10キロ痩せも夢じゃない、ダイエットにおすすめの食材10選を紹介します。食材だけでなく、おすすめの食べ方まで紹介しますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。突然ですか皆さん、ダイエットには食事制限が必須だと思っていませんか？もし食事制限をせずに好きなものを食べながら痩せられるとしたらめちゃくちゃいいと思いませんか？ダイエットのための食事っていうとみんな好きな食べ物を禁止して頑張ろうとするんですよね。揚げ物は一切取らない、好きなスイーツは我慢、好きでもないパサパサの鶏胸肉ばかり食べるなど、こんなに頑張っているのに全然痩せないと悩んでいるんじゃないでしょうか。僕も今は好きなものを食べながら体型をキープしていますけど、ダイエットをしていた頃は食事制限を頑張っていました。痩せる食材を調べては毎日好きではないものばかり食べたり、外食では揚げ物禁止、カロリーが低いものばかり選んだりして、食べたいものを食べられないストレスでドカ食いしたりと、そんなことばかりを繰り返していました。それでも食事制限さえすれば痩せると信じて、 SNS で夜な夜なダイエット情報を読み漁り寝不足、僕のお客様にも同じような経験をしてきた方がたくさんいました。はっきり言ってダイエットの本質を理解せず、世の中にあふれるダイエット情報に飛びついている間はどんなに頑張っても痩せることはできません。そもそもダイエットの本質はアンダーカロリー、つまり摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多い状態を作ることです。どれだけ健康的な食事をしてもスイーツを我慢してもアンダーカロリーを作らなければ痩せられないんです。これを食べれば痩せるみたいな食事ばかりを取っている人も多いですが、いくら低カロリー低脂質の食事を取っていても消費カロリー以上食べていれば痩せないどころか太ります。我慢した逆に食べ過ぎることが続けば、一旦痩せたとしてもリバウンドしてダイエットする前よりも体重が増えますし、そんなことを繰り返せばどんどん痩せにくい体になってしまいます。あなたもこの動画を見てくれているということは、これまでダイエットのために食べるのを我慢したり痩せてもリバウンドしたりとダイエットがうまくいかずに悩んでいると思います。ダイエットにいいものを食べても痩せなければもうどうしたらいいか分かりませんよね。でも安心してください。今回の動画を見ればダイエットの本質が理解できて、痩せるだけではなくリバウンド知らずの体になります。今回紹介する10個の食材を日々の食事に取り入れれば、自然と食欲が安定して無理なくアンダーカロリーを作れるようになります。それだけでなくダイエットの本質が理解できて、ダイエット情報に振り回されることもなくなります。さらに痩せた後もリバウンドの恐怖に怯えることなく過ごせるようになります。今日紹介する内容以外にも、今後一生ダイエットに悩む必要がなくなる情報を紹介するので、見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録しておいてもらえればと思います。本題に入りますが、10キロ痩せるために取り入れるべき食材は次の10個です。1、赤身肉。2、魚。3、高野豆腐。4、もち麦。5、切り干し大根。6、トマト。7、グレープフルーツ。8、キウイ。9、海藻。10、キノコ。しかし、この食材ばかりを食べれば痩せるということではないので、最後まで見て、食べ方や注意点をしっかり理解してくださいね。まずは食材を一つずつ解説していきます。一つ目は赤身肉です。ダイエット中は鶏胸肉やササミばかり食べている人が多いですが、実は赤身肉もダイエットに向いている食材です。赤身肉は脂身が少ない部位なので、低脂質低カロリーで高タンパクです。赤身肉には L カルニチンという成分が多く含まれているんですが、 L カルニチンは脂質の代謝に欠かせない栄養素なんです。脂質は細胞内のミトコンドリアというところで燃焼されるんですが、取った脂質がミトコンドリアに運ばれる時に L カルニチンと結合するんです。つまり L カルニチンが不足すると脂質がミトコンドリアに到着できず燃焼されないんですね。脂質を効率的に燃やしてエネルギーにするために、 L カルニチンは一役買ってくれます。他にも赤身肉には鉄も多く含まれています。鉄は特に生理がある女性には積極的に摂ってほしい栄養素です。鉄は赤血球の材料になって全身に酸素を運ぶ働きがあります。その鉄が体内で不足すると全身にエネルギーを運ぶことができず、栄養をエネルギーに変えることができなくなります。食事をとっていても栄養が使われなければエネルギー不足と判断して食欲を強めるので、食べ過ぎにつながりやすいです。また鉄不足は鉄欠乏性貧血につながり、動悸や息切れ、倦怠感や疲労感といった症状が出ます。動くと息切れしたり疲労感が出るので活動量が減って消費カロリーの減少にもつながります。鉄分を多く食材といえばレバーが代表的ですが、レバーは食べ過ぎると脂質の摂取量が増えてしまいます。赤身肉であれば低脂質でありながらも L カルニチンと鉄を摂取できるので、ダイエット中におすすめの食材と言えます。2つ目は魚です。
魚にはタラやカレイなどの白身魚、マグロやカツオなどの赤身魚、サンマやサバ、イワシなどの青魚がありますが、中でもダイエットにおすすめなのは白身魚です。白身魚は高タンパクで低脂質低カロリーなのが特徴です。赤身魚は白身魚よりも脂肪が多く脂質カロリーが高めなので食べ過ぎには気をつけたいところです。青魚は DHA や EPA といった良質な脂質が多いですが、良質な脂質とはいえ取りすぎるとオーバーカロリーになります。おすすめなのは白身魚ですが、食べ方ではダントツ刺身がいいです。刺身は味付けしないのでカロリーや脂質がプラスされず、魚の栄養をそのまま取ることができます。スーパーなどで刺身パックを買えば手間もかからないので忙しい人でも食べやすいですよね。刺身を食べるときには脂質の高い魚の食べ過ぎには注意しましょう。サーモンや大トロ、ブリ、イワシやサバは脂が乗っていて美味しいですが、食べ過ぎると脂質の取りすぎになります。マグロの赤身、タイ、ヒラメやカツオなどは低脂質でおすすめです。刺身以外にはシンプルな塩焼きや野菜やキノコと一緒にホイル焼きにするといいでしょう。煮物は味付けによっては砂糖や塩分の取りすぎにつながるので、自分で作るときには薄味を意識したり量も食べ過ぎないように気をつけましょう。3つ目は高野豆腐です。高野豆腐は生の豆腐を凍らせて乾燥させたもので、水分が抜けている分栄養が凝縮されています。高野豆腐はなんと 50% がタンパク質でできているんです。さらに原料は大豆なので女性に嬉しい大豆イソプロボンも含まれています。イソプロボンはなんとなく体にいいというイメージがあって食べている人もいるかもしれないんですが、特に40代以上の女性には積極的に摂ってほしい栄養素なんです。女性は40代後半から更年期に入り、50代半ば以降で閉経します。更年期や閉経後には女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減ります。一般的に女性は皮下脂肪がつきやすく、男性は内臓脂肪がつきやすいんですが、これは女性ホルモンの働きによるものです。エストロゲンは皮下脂肪を溜め込む働きがあるんですが、その量が減ると女性も内臓脂肪を溜め込みやすくなるんです。ちなみに更年期についてはこちらの動画でも詳しく解説しています。概要欄にリンクも貼っておくので気になる方は見てみてください。話は戻りますが、高野豆腐に含まれている大豆イソフラボンは体内でエストロゲンと似た働きをすることが分かっているんです。なのでエストロゲンの量が減る40代以降の女性はぜひダイエットに高野豆腐を取り入れてみてください。高野豆腐は乾き物なので保存が効いて常備しておけるのもいいですね。あと1品欲しい時にレンジで簡単に煮物が作れますし、肉の代わりに炒め物に使うこともできます。大豆イソフラボンの他にも鉄や抗酸化作用のある大豆サポニン、ビタミン E といった栄養素も含まれているのでぜひ活用してみてください。4つ目はもち麦です。もち麦は白米と比べて食物繊維が20倍、タンパク質が2倍、ビタミン E が3倍含まれています。白米にはほとんど含まれていないマグネシウムやカリウム、亜鉛、鉄といったミネラルも含まれています。もち麦を単品で食べるというよりは白米に混ぜて炊くといいですね。もち麦の一番の特徴といえば食物繊維なんですが、食物繊維には水に溶ける水溶性と水に溶けない不溶性の2種類があります。水溶性は糖の吸収スピードを抑えて血糖値の上昇を緩やかにしたり、便の水分量を増やして便通を良くする働きがあります。一方で不溶性は腸粘膜を刺激して腸の蠕動運動を促したり、便の濃さを増やすことで便通を改善します。もち麦 100g には食物繊維が 12.9g 含まれていて、そのうち水溶性が 9.0g、 不溶性が 3.9g と水溶性の方が多いんですね。食物繊維が豊富というと玄米が思い浮かぶ人も多いと思います。ダイエットというとみんな玄米を食べるんですが、実は玄米を食べない方がいい人もいるんですよ。玄米の表面にはセルロースや不溶性食物繊維が含まれていて、これが腸内環境の改善にいいと言われているんですが、実は体内の消化酵素では消化できないものなんですね。なので胃腸が弱い人は玄米を食べてもうまく消化できないことがあるんですね。腸内環境が悪いからと食物繊維の豊富な玄米を主食にしている人もいますが、逆効果になってしまっている人もいるんですよ。なので水溶性食物繊維が多いもち麦の方が消化に負担がかかりにくく、胃腸が弱い人でも負担なく食物繊維を増やすことができます。それに玄米を炊くときって水に一晩浸さないといけなかったり結構面倒なんですよね。もち麦は玄米に混ぜて普通に炊飯するだけなので手間もかからず簡単です。おすすめの炊き方は白米1合 150g に対してもち麦を 50g 混ぜると 1.5 合分になります。慣れてきたら好きな割合で炊くといいですね。もち麦だけを茹でてサラダやスープにトッピングするのも手軽に食物繊維が取れるのでぜひ活用してみてください。5つ目は切り干し大根です。切り干し大根は大根を縦に切って干したもの、水分が抜けている分旨味が増します。さらに生の大根よりも栄養豊富でカルシウムやビタミン B 群、鉄
マグネシウム、カリウム、食物繊維などが含まれています。さらに高野豆腐と同じで乾物なので常備できて保存が効くのも嬉しいですよね。切り干し大根といえば油揚げやニンニンと一緒に煮ることが多いですが、卵焼きに入れたり味噌汁の具にすると簡単に栄養がアップします。水で戻して生でも食べられるのでサラダの具材として使うのもいいですね。あと一品欲しい時には重宝する食材です。ぜひ試してみてください。6つ目はトマトです。トマトはダイエットする上で絶対食べてほしい食材です。トマトに含まれるダイエットにいい栄養素は主にリコピン、ペクチン、カリウムの3つです。リコピンはトマトに含まれている代表的な栄養素ですよね。代謝を良くしてくれるので脂肪燃焼効果も期待できます。美肌効果もあって年を重ねても綺麗でいたい女性には積極的に摂ってほしいです。リコピンの摂取で悪玉コレステロールが減ったという研究報告もあるので、特に更年期以降コレステロール値が気になってくる方にも効果的です。ペクチンは水溶性食物繊維の一種です。食物繊維は便通を改善すると話しましたが、血糖値の急激な上昇も抑えてくれます。便通が改善すれば腸内環境が良くなってお腹周りがすっきりするのはもちろん、メンタルが安定したり食欲をコントロールするホルモンのバランスが整うので自然と食欲が落ち着きます。カリウムは体内の余計な水分を排出してくれるミネラルです。特に外食やお惣菜、ジャンクフードをよく食べる人は塩分の摂りすぎで余計な水分が溜まりやすいです。カリウムを摂るとむくみが取れて脂肪が減ったわけではなくてもすっきりして見えます。昔からトマトが赤くなると医者が青くなるということわざがあるように、トマトはダイエットに限らず健康を維持するのに効果的な食材といえます。トマトを洗って切るだけで食べられますし、ミニトマトならさっと洗っておやつ代わりに食べてもいいですね。ただ気をつけてほしいのはトマトジュースです。市販のトマトジュースは塩や砂糖、甘味料などが添加されているものも多いです。食塩が添加されているものは塩分過多につながりますし、砂糖や甘味料はカロリーや糖質の摂取が増えるだけでなく食欲を乱したり腸内環境を悪化させる原因にもなります。トマトジュースを飲むときは原材料をチェックしてシンプルなものを選ぶようにしましょう。7つ目はグレープフルーツです。グレープフルーツには抗酸化作用のあるビタミン C やむくみを解消するカリウム、疲労回復効果のあるクエン酸、リラックス効果のあるリモネン、食欲を抑える効果のあるナリンギンというポリフェノールの一種も含まれています。酸っぱくて食べられないという人もいるかもしれませんが、実は食欲抑制効果は香りを嗅ぐだけでも効果があると言われています。ただ健康効果も高い果物なのでどうしても食べられないという人以外は毎日の食事に取り入れてもいいかもしれませんね。グレープフルーツを摂る時の注意点として、高血圧の薬など飲み合わせに注意が必要ような薬もあります。飲んでいる薬がある人は主治医や薬剤師に相談するようにしてください。8つ目はキウイです。キウイは身近なフルーツの中で栄養充足度がトップクラスだと言われているぐらい栄養豊富な果物なんです。ビタミン C やビタミン B6、葉酸、ビタミン K、カリウム、マグネシウム、鉄、銅、食物繊維とダイエットに欠かせない栄養素がたくさん含まれています。キウイにはグリーンキウイとゴールドキウイがありますが、グリーンキウイは食物繊維、カルシウム、ビタミン K が多くて、ゴールドキウイはビタミン C、葉酸が多いという特徴があります。ですがどちらも栄養豊富であることには変わりないので好きな方を選んでもらったらいいと思います。9つ目は海藻類です。海藻には食物繊維や鉄、カリウムといったダイエット中に嬉しい栄養素が多く含まれています。ひじきやわかめ、昆布、もずくなどの海藻にはフコキサンチンという成分が含まれています。フコキサンチンには脂肪の分解を促したり脂肪の合成を抑える働きがあることが分かっていて、実際高脂肪食を与えた肥満のマウスにフコキサンチンを投与した実験では脂肪量が減少したという結果が出ています。フコキサンチンには他にもインスリンの効果を高めて血糖値を安定させる働きもあって、直接的にも間接的にも脂肪を溜め込まない、減少させるという働きをしてくれるんです。また海藻類には水溶性食物繊維の一種であるアルギン酸やフコイダンも含まれています。水溶性なのでネバネバしているのが特徴です。もち麦やトマトのところでも話したように、水溶性食物繊維は腸内環境を改善したり血糖値の上昇を緩やかにしてくれるので、ダイエット中は意識して食べたい食材です。味噌汁に乾燥わかめを入れたり、カップのもずきやめかぶを一品足すと手軽でいいですよ。ひじきは水煮のものであれば簡単に使えるし、昆布は水につけておくと簡単に出汁が取れるので、味噌汁や煮物など普段の料理に昆布出汁を使うのもおすすめです。最後の食材10個目はキノコです。キノコには脂肪燃焼を助けるビタミン B 群、むくみを解消するカリウム、食物繊維の一種である β グルカンが含まれています。キノコは低カロリー低脂質で栄養をたっぷり摂ることができるのでぜひ食べてほしいです。キノコといってもいろんな種類がありますけど、一番のおすすめは
えのきです。キノコ特有のキノコキトさんという食物繊維があるんですけど、えのきに一番多く含まれているんです。キノコキトさんはダイエットサプリとしても販売されていて、脂肪を吸着して便と一緒に排出したり、内臓脂肪やコレステロールの減少に効果があるということが分かっています。キノコの栄養をさらにアップさせるには冷凍保存がおすすめです。冷凍することで細胞壁が壊れて栄養価が生のキノコよりも3倍アップすると言われています。旨味成分も増えるので冷凍すると生よりも美味しくなるんです。まとめ買いして冷凍保存をしておくといつでも使えるのでいいですね。食べ方としてはキノコ単体で食べるのもいいですが、海藻と一緒に味噌汁に入れる、魚と一緒にホイル焼きにするなど、他に紹介した食材と合わせるとさらに良いです。ということで、10キロ痩せるために取り入れたい食材は、1赤身肉、2魚、3高野豆腐、4もち麦、5切り干し大根、6トマト、7グレープフルーツ、8キウイ、9海藻、10キノコの10個でした。どれも普通にスーパーで買えるものばかりなので、一つでも食事に取り入れてみてください。現在ありがたいことに2000名以上が登録してくれている公式 LINE では、辛い食事制限や運動せずに3ヶ月でマイナス 7.5キロ、半年でマイナス15キロ達成した方を見える本物ダイエット法という動画を無料配信中です。また3ヶ月でリバウンドしない体を作る食事改善マニュアル、1ヶ月間でマイナス5キロダイエット成功者の食事集を無料プレゼント中です。特典は概要欄一番上の公式 LINE からプレゼントと5文字言っていただければ受け取ることができます。質素の関係でメッセージ数の上限があるので、早めの受け取りをお勧めします。ちなみに今回10キロされたものの食材10個を紹介しましたが、この食材だけを食べていたら痩せるというわけではないですし、たくさん食べたから絶対痩せるというわけではないので気をつけてくださいね。痩せるためには何を食べるかも大切ですが、どのくらい食べるかも大切なんです。同じ摂取カロリーであれば、ジャンクフードよりも今日紹介した食材の方が栄養バランスが良く痩せやすい体を作る助けにはなりますが、だからといって消費カロリー以上食べていれば痩せるはずはありません。ダイエットに必要なのは食事の摂取カロリーを消費カロリーよりも少ない状態にすること、そしてそれを一時的ではなく、できるだけ長く継続することで少しずつ脂肪が減ってくるんです。良い食事を長く続けるには、無理なく摂取カロリーを減らすことが大事。我慢して食事を減らしていては、どこかで反動が来るのは目に見えていますよね。そのためには栄養バランスを整えたり、ビタミンやミネラル、食物繊維を取って体の調子を整えることで、食欲が落ち着いて自然の摂取カロリーを抑えることができるようになります。まずは1日1食でも今回紹介した食材を取り入れて、体の変化を感じていってほしいなと思います。最後になんですが、僕の動画を見てくれている人の中には、これまで何度もダイエットに挑戦しては挫折したり、リバウンドを繰り返してきたという人が多いです。そういう人は真面目だったり完璧主義の人が多いんですよね。今回紹介した10個の食材を絶対毎日食べなきゃと無理して食べたり、同じものばかりを食べ続けたり、外食や人との食事が楽しめなかったり、そういう風になってほしくはないんです。食という漢字には、人にいい、人を良くするという意味があります。食事は義務感でするのではなく、楽しんで食べてほしいんです。そして食事栄養をとって心と体を満たしてあげて、あなたの生活や人生を豊かにするための手段の一つにしてほしいんです。ダイエットも同じで、最初に痩せたいと思ったきっかけを忘れてしまって、10キロ痩せることが目的になっている人が多いと思うんです。でもダイエットってあくまでもあなたの理想の未来を手に入れるための手段でしかないんですよね。体重はただの数字です。正しくダイエットに取り組めれば、時間がかかっても必ず体重は落ちていきます。毎日変動して当たり前の数字にとらわれて一喜一憂する必要はありません。ここまで動画を見てくださった方は、10キロ痩せるための食材を取り入れるだけではなく、バランスが大切だということも分かったと思います。ぜひ今日からでもあなたの食事に生かしてもらえたら嬉しいです。ということで、今日は10キロ痩せるために取り入れたい食材10選を解説しました。10キロ痩せるために取り入れたい食材は、1赤身肉、2魚、3高野豆腐、4もち麦、5切り干し大根、6トマト、7グレープフルーツ、8キウイ、9海藻、10キノコ、この10個でした。これらの食材は低脂質で高タンパクなものや、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富です。栄養バランスを整えたり、体の調子を整えることで、自然と食欲をつかせてアンダーカロリーを作りやすくなるからでした。このチャンネルでは、これからもあなたが最短最速で、綺麗に健康的に痩せるためのダイエット情報を配信していきます。そういった動画を見逃したくないという方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と、その他のベルマークをクリックしておいてもらえればと思います。ということで、今回も動画を最後に見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったなと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。